コスです。ついにこの動画が来たか。はい、ジョーブログ史上で言ったら多分初ちゃう、うん、初めてやんな。そうっすね、うん、撮ったことないかも、うん、1週間密着企画でございます。はい、だから今日から、うん、約1週間俺を密着するっていうシンプルな企画やねんけど、うん、多分やけど俺の生活について来れる人って多分おれへんと無理やな思う、うん、多分移動距離で言ったら多分日本一やと思う、うん、世界一かもしれん、もしかしたら、うん、全然ありえるよ。毎日違う場所におるし、うん、住所が地球やねん、うん、ずっと言ってんな、うん、ホームレスならぬホームフリーやねん一応大阪に家あるけども、うん、大阪の家買える機会あまりありません、うん、月の半分以上どこかの県におったりとか、うん、であと東京と大阪往復したり仕事で、うん、でかつ、地方の撮影やったり海外行ったりとかするねん、うん、でだって俺現時点で3日前くらいまでタイおってん。あ、そうっすね。で昨日東京から大阪に帰ってきたばっかりで、うん、でそのタイの前が台湾でその前が岡山とかもそういう感じやねん、うん、毎日ちゃうねん。でその3分の2ぐらい深夜もついてきてくれてるな、うんうん、そうですね。でも俺プライベートでも旅行行ったりもしてるし、うん、プラス俺だけの仕事とか打ち合わせとかもあったりとかするから、だから俺がインカメで撮影することもあると思う、うん、だからまずこの1週間密着をするっていう、だから今日初日、うん、視聴者さんから結構来てて、ジョー君って普段どんな生活してるんですか、うん、プライベート映像というか、うん、なんか見せてほしいですみたいな、はいはい、見せられへんかってなんでなんすか、毎日違うから。あ、まあそうね、あ、はいはい、同じ日がないねん、うん、だからルーティーンとか撮ってくださいって言ってもルーティーンがないんですよ、うんうん、モーニングルーティーン、ナイトルーティーンとかないねん、うん、だから撮られへんかってんな、うん、でも今回は日々のこの1週間かな、約まあ撮れるだけちょっと追ってもらおうかなと深夜に、はい、で撮られへんところは俺がインカメでちょっと補充しながらっていう形でいきたいと思います、はい、というわけで、視聴者さん、俺の、1週間予想のできない毎日、毎日が冒険の人生をご覧ください。レディゴー。はい、で今日やねんけど、大阪の港区、うん、ほんまに海沿い、天保山の近く。あ、そうですね。そう、そこにスタジオを借りてて撮影があんねん、うん、撮影って言ってもモデルの方の撮影、写真の方の撮影、うん、っていうのもモデローサ、俺の新しくやるアパレルブランド、はいはい、人々に前向きに力強く元気に生きてもらうために作ったブランドでございます、うん、で洋服自体が旅をしていって、うん、でジェンダーレスでボーダレスなブランドになればいいなと、でいろんなシチュエーションで来てもらったら大好きなあの子とか、うん、で今日は旅行に行こうとか美味しいご飯に行こうとか今日はサバイバルしようとかいろんな用途に合わせて着ていけるようなブランドになればなと思って、うん、だからみんなに元気を提供できるような、それこそジョーブログのテーマである人生楽しもうぜと、その服を着て毎日日々を元気に過ごしてもらう、そういう風な意味を込めて作ったポデローザ、俺の南米縦断をの時の乗ってたバイク、はいはい、原点から撮ったそのブランドがあるんやけど、でも本気でちょっと YouTuber の中ではガチでブランドやってるっていうのをちょっと垣間見れるんじゃないかな、うん、このスタジオのこのビルも面白くて、これ天満屋ビルっていうんやけど、第二次世界大戦中大空襲が起きた時に、はいはいはい、焼夷弾がこの辺にバーッと落ちて、でこの辺焼け野原になってるけど、このビルにだけ落ちひんかって。へえ、すごっ。だからこのビルはそのまま当時のまま残って、かつその後も台風とか幾度の天災とかからも生き残った、強いんやっていう歴史あるビルで、ポデローさんにぴったりやなと思って、ここを借りました。やっぱもうどんなことにでも俺真心を込めていこうと思って、うん、本気でやっていこう、本気ってもう本当の気持ちじゃなくて、本気でやっていこうと、やっぱりこう大事な視聴者さんがとか、いろんな人たちがこの服を着てくれると思うから、服ってやっぱ日常生活と常にあると思うね、うん、その着てくれる人たちのためにと思って、もう一個一個にこだわっていこうかなと思ってます。モデルさん2人も来てもらって、うん、このスタジオで、まあ、ホームページの写真やったりとか、はいはい、インスタの写真とかイメージ撮影とかやったりして、おはようございます。おはようございます。お願いします。こんな感じでめちゃくちゃスタジオやな、うん、うん、まあ、それはちょっと発表動画な、前回あげて見てほしい、うん、シャレやな。奥もおもろいね。奥、あ、ナブありがとう。オッケー。あ、ナブモデルの、よろしくお願いします。出てくれてる、お願いします。ありがとう。ここで見ていく、うん、ちょっとジョブログっぽさあんの、なんなん、どういうの、ちょっと廃墟っぽさあんまやな。ここにもヘアメイクってなんかあるから、あ、映るんですか。うん、ちょいちょい、うん、で基本的に俺がメインにジョブログっていうより、ジョブログのイメージっていうより、いろんな人たちも来てほしいから、うん、ジョブログのイメージ感っていうのはある程度抜いたりとかするのかな、女性も来てほしいし、
けどさ、俺結構思うことない、チーン今日バチバチに決めすぎる。違ういつもいつもパーマかけてめちゃくちゃ黒。ああ、髪の毛は確かにモデルやるからめちゃくちゃ決めとるやん。自分のヘアセット先にしてきました。びっくりしたわほんまこれ見てほしいわいや、バチバチに決めとんねんてほんまにジョブロックナチュラルメニューって何パターンかやってもらいます。ヘアスタイリストのコウジ君です。俺が毎日行ってたカフェで働いてた。ええ感じ。うん、いい感じ。イケメン。うん、ない、まあね、まあまあまあ髪型はいい感じ。髪型はっていうバチバチで。いや、ちゃうちゃう、シャドウじゃない。え、そっちじゃないよ。超気な。いや、いい感じです。めっちゃ服おしゃれ。これ可愛いよな、うん、これもダメージ感が、え、その着方はめっちゃいい、ほんまに。ちょっとあの廃墟ゾーン行こう。廃墟ゾーン言い方、廃墟ゾーン確かに、ぽいけど。スラム街の路地の裏に潜むギャング。おかしいっすよ、イメージは合ってんな。こんなギャングおらんやろ。赤いし、いいんだってセクシーな感じで言ってって無理やね、それは。あ、じゃあ、だってあのギリギリでって言う。自分で言ったら多分ギリギリで上げて、その、これをあ、いいね、上がってた。え、天下のホカ弁買ってきた。結構大量やな。大量にモデルさんやったりとか、ヘアスタイリストさんとか、メイクさんとか、カメラマンさんとか、デザイナーの人とか、いろんな人が集まってるからさ。昼休憩です。はい、結構ずっと撮ってましたね。ずっと撮ってた、うん、俺もそうやし、モデルさんとかみんなずっと頑張ってくれて、うん、ありがたいことに、みんなの思いが詰まって力を合わせてできてます。はい、モデローサは楽しいな。でもこうやって新しいことをして作り上げていくっていうのがマジで楽しい、うんうん、それはせえ、うん、学生時代の文化祭作る気分っていうかみんなプロやけど、うん、こういつまでたっても新しいことしてワクワクするっていう気持ちを大事にするっていいなと思って。さあさあさあ、あ、ごめんごめん、ありがとう。あ、ありがとう。あ、ありがとう。あ、モデルのしょうこちゃんです。ありがとう。じゃあ皆さん、あの弁当持ってきました。お疲れ様です。ありがとうございます。じゃあ、ブレイキングダウンルールで。なんでやねん、誰と誰が戦うねん。いただきます。スープだけだ。あ、僕味噌汁だけです。普段朝昼食べない。オートファジー、空腹16時間の継続をしてる。いいんすかそれ、結局。そう、空腹16時間を継続することによって、その空腹16時間中に、あの細胞内で老廃物が分解されて、若返り細胞が活性化するっていうのが言われてるって、あの中田のあっちゃんの YouTube 大学で見ました。どうか分かりませんけど、ただ、すぐ太るから俺、朝昼が、あと眠たなるっていう。かわいい。たまになるな。さすがやわ。ありがとうございます。ありがとうございます。全然違う。飲んでる時と全然違う。そらそうや。渋谷でテキーラ飲んでるのびどこ行った , 笑ってくる。いいっすね。うん、いい感じ。ありがとう。初めて褒めてくれたな。いや、服がね。服が服と背景がいい感じ。どこ撮ってる。めちゃくちゃいいやん、これ、うん、見て。めちゃくちゃいいやん。このライトがいいねんな、うん、そう、このオレンジがいいわなあ、うん、固くなに俺褒めへんなええな、お前めちゃめちゃ寒そうな2人あ、やっぱり自然にああいうのできるのモデルやなバレたしな様になってる。いや、もう何してんの何してんの邪魔すなって邪魔邪魔絶対使われへん。皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。絶対いい感じになりそう。これちょっと発表が楽しみです。ありがとうございました。本当に長丁場やのに。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんで打ち上げいきましょう。ジョブロック。はい、というわけで、まあ、これな、ちょっと初めて紹介するんだけどな、2、3ヶ月前くらいの借りた事務所でございます。ほ、うん
まにちょっと簡素な感じに見えてるけどな。中は結構めちゃくちゃ見えてるよ。綺麗にね、何もないけどまだ。はい、はい、こちらがやるにあたっての事務所でございます。綺麗、そうめっちゃいい。在庫やったりとか、うん、置いたりとか発送したりとか、スリッパこれ、ん、ドリームスリーパー持って帰ってきて、エアコン夏か、うん、いいやん、これよろしく。本日って懐かしいな、懐かしいな、分かる人は分かるな、これな、ジョーブログ初期から使ってる、うん、それがレディゴンの2階に行って、うん、2階のバーで使って、で、今ここになってる、うん、でも、合ってるよな、なんかこの感じの事務所に、もうあっちに座れてなんか綺麗な感じの、まだちょっとサブトリでやってるな、うん、他いろいろ飾ったりして、ちょっとアパレルの事務所っぽくしていこうかなみたいな感じかな。ちょっと今荷物とか下ろしたりとかしてて、今日着てたサンプル、うん、俺僕の物件借りた時、あの内覧一切しないそうやな、賃屋がしてくれてな、僕が見ましたね、賃屋がやってくれて、で、おい、よかったですよって言って、あ、じゃあもうそこ借りといてって、でここででもなんか、まあ、いろんなような打ち合わせをしつつ、うん、それまでだって、普通に会議室借りて1年前からずっと打ち合わせしたんだ、そうやな、そうか、はい、ここできるまでな、うん、そう、そんな感じだ。で、ここからちょっと打ち上げに向かおう、うん、あ、そうです、あ、ドッキも2杯頼むんですよ。嘘つけよ、早いんで。嘘つけ、肝臓が化け物なんですよ。じゃあ、皆さん本日はありがとうございました。いや、多分皆さん仕事の人もおったと思うんですけど、わざわざ休み取ってくれて、この思いを、皆さんの思いをほんまに絶対つなげるんで、絶対素敵なブランドにしていくんで、楽しみにしておいてください。はい、本日はお世話になりました、ありがとうございました、乾杯。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。あの、よく俺が食べに来るしじみ炊き、クニキ、めちゃくちゃうまい、うまいな、これで今回打ち上げ、でよく打ち合わせの後とかに食べに来てるな、アパレルの。でもノブとしょうこちゃんは今日東京から来てくれたもんな、はい、ね、だからほんまにありがたい。結構疲れたんじゃないですか。いや、なんか意外と疲れて、うん、あ、服可愛かったですか。うわ、嬉しい、それ言ってくれるの、いっちゃ嬉しい、体のテンションずっと上がって、上がった、終わりました、うわ、めっちゃ嬉しいわ。いや、ノブもめっちゃ褒めてくれたもんな、本当にサンプルの、そう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 、普段服が好きだからこそね、うん、まあ、こんな可愛いクオリティなもの出すんだろうね、うん、ガチだった、ガチだった、ほんまに1年間ぐらい話し合いましたもんね、みんなで。初めのこれがうまいねんな、初めのこれでもおかわりし、酒なんぼでもいけるよ。やりよっ、うまっ、お疲れ様です、お疲れ様です、カメラマンとして何枚ぐらい撮ってくれた、合計で4500枚、全部使いましょう。いやいや、使えるか、頑張った後に食べるお酒とご飯が一番うまいな、うまっ、しかも体にいいからな、シジミだけ肉、シジミやからな、コンドロイチンやからな、酔えへん、うん、酒だから次の日に残らんの、罪悪感なくいけんな、なん逆にだからこそいっぱい飲んじゃうかもしれない、うん、でもなんか4500回もボタンを押し続けるわけじゃないですか、あ、こうやって見ながらどう思うんですか。やっぱなんか写真撮ってるうちにまたちょっとこれ直しましょう、かっこいいな、いいな、うん、服ですか、それはめちゃくちゃ、うん、誇り高いですね、はい、じゃあ皆さんありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。今回、ポテローサというブランドなんで、せーの、ポテローサで、はい、せーの、ポテローサ、はい、ありがとうございました、いやでも皆さんと今日は一日、一緒に仕事できてよかったです、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、よっ、ありがとうございました、はい、お疲れさんです。時刻は今夜の11時ぐらいか、うん、10時過ぎてるぐらいねんけど、今から一旦ちょっとこう車を置いて大阪駅に向かいます。で、大阪駅に向かって何をするかというと、サンライズ出雲っていう、寝台列車があって、それ俺ずっと乗りたくて、ずっと言ってましたね、これ大阪から東京に行けるから、その動画の撮影があるから、うん、このまま実はもう一個動画撮影あります、はい、まあ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 別に楽勝やろ
なかなかこう1日目やで、うん、まあでもあと多分出発が12時半やから、うん、1時間ぐらいあるから、うん、今日もセーブしたから3、4杯しか飲んでないからいい感じにテンション上がってサンライズいつも迎え入れることができるんちゃうかなって。でもな、昔なほんま言うとカシオペアやったっけなっていう、そう寝台列車があってんけどなくなってもうてん。そうずっと乗りたかってんけど旅人の夢みたいなのがあって、寝台列車ってちょっとなんか旅人感出るやん。で今回のそのサンライズ出雲っていうのもなかなか予約が難しくて、そう苦労してんけど何とか取れてっていう感じで、まあこれから乗りたいと思います。はい、というわけでこのまま家に帰るわけじゃなくて、ちょっと後ろに荷物積んでるから大阪駅に向かって東京に向かいます。はい、ガンガン行くで。大阪駅に着いたということで、念願の今から、サンライズ出雲、寝台列車、これ多分1年前ぐらいから見てんねんな。せやな。これな、多分上がる頃にあの動画上がってんじゃん、サンライズ出雲の。あ、そうっすね。だからもうそれはサンライズ出雲の動画も詳細は見てほしいんだけどな。ちょっと行ってくるわ。いや、俺も行くで、一緒に行こう。ああ、いいです。人結構来てる。やっと来た。かっこいいな。時刻12時半。今から東京行こうぜ。お疲れです。一日終わったな。終わった、うん。まだ終わってないけど厳密には。うん。もう撮影なうちゃった。そうそうそう。サンライズに乗って。うん。まあでも今から寝るからな。うん。これで撮影終わってって感じで。うん。マグロの一日はほぼ終了ということで寝てる間もこうやって動きたそうやな、マグロやほんまやな。起きたら東京に住んでます。というわけで2日目は東京から始まるというわけで、うん、よし寝よう。おやすみ。おやすみなさい。激動やった。でも新しい経験ができてよかった。おはよう。おはようございます。やれた。まあ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 って感じやな。3時間ぐらい、うん、それぐらいかな。3時間半ぐらいか。うん、このままちょっと撮影で準備した行ったりとかなんやしてって感じかな、うんうん、で作業したりとかで、そのまま実は言うと、うん、大阪にトンボ帰りします。はい、日帰りで。はい、すごいな、ほんますごいで、うん、ちょっと明日朝一で関西で撮影あるから、うん、今だから時刻は朝の7時8分、うん、やねんけどな。こんな感じで景色を堪能できる寝台列車でございます。喫茶店は本気です。あなたも一日始まるわ。ジョブロック、ちょっと朝の上質な時間を。どうしよう、うん、これどうドリンクで500円。あ、ちょっとちょっと一人で、うん、昨日一日めるんでセガセガしてね、うん、結構アブノーマルな一日だったら、なんじゃアブノーマルか。うん、せやな。家でも、いろんなゲストの人がおって、はいはいはい、モデルさんだとか、うん、その人がいる、集中でかが、うん、好きを変わるっていうみたいな、うん、だからこそ、ほっと一人で、ばっかりずっとバンバンだと思うな。なんか、もう、朝から日焼けして、そのまま車乗って、そのまま大阪へ着いて、うん、そこへ行ったら死んだら嬉しいって、やっとほっと一人で、逆に日本に向かって、うん、作業、うん、主な作業、うん、事務作業ちょうど寝台列車の動画が終わって、うん、で今からちょっと自分たちの作業やな、うん、でもまあ東京に事務所あるわけじゃないからな、はい、だからいつだって満喫とかな、うんうん、最近俺よう行ってハマってんのが、うん、DVD 試写室。なんでいっぱいエロい DVD やそうやんな。そういうことやんな。あそこ個室の空間がある。はいはいはい、あそこ、こっちにハマってんや。そう、あそこ行こう、うん、あ、神田川、こうやってちょっとしたこう川を眺める時間を大切にしよう。はい、あんまないもんな、うん、人がすごいわ。多いっすね、うん、多いな。ちょうど今あの通勤の時間や、8時過ぎやから、うん、なんで DVD 試写室かって言ったら、俺最近個人撮影してるやん。はい、夜行バスとかね、うん、それでナレーション入れなあかんねん。夜行バスの中でトークできひんから、うん、だから自分のナレーション入れなあかんねんけど、うん、やっぱそれ事務所とかじゃないとナレーションって入れられへん。そうやな、声出されへんやん、うん、満喫とかやって無理やん、うん、DVD 試写室って防音。あ、そうなんすか。扉防音。そう、多分あれビデオ見るようになんかエロい声とか出えへんようにちゃう。隔離された空間やん。ちゃんと分け合って DVD のとこ。そう、まあ実際言うとマジでそのためだけに入ってる。なるほど、うん、だからそこに集中してるから一切見てない。うん、だからそのためにちょっと一回 DVD してて調べたらその辺にあったから、そこでちょっと各々の作業しよう、うん、まあ休みつつ作業しつつみたいな、うん、あった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 、あれか。
はい、こっち今から編集作業を行います。普段俺編集はやれへんねんけど、まあ、今回あの個人撮影のナレーション入れやから、まあ、俺じゃないと声入れられへんから、こんな感じでパソコンを置いてで、声入れていくっていう感じかな。この辺声入れていったところやけど、バスの映像に対して声入れていってるって感じかな。昼行バス乗った時のやつか。まあほんまこれ満喫のフラットシートみたいな感じやな。まあこっからちょっと数時間作業しつつで、そっから打ち合わせ行こうかなって思います。ほんなら今からちょっとナレーション入れ開始していくわ。このパソコンの画面見ながら声をどん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 入れていくっていう作業、まあまあ地道な作業やけどやっていくかな。もうラジオのパーソナリティみたいになるから、お願いします。そうこうしているうちにバスは横浜町だ。あと海老名、うわっ海老名のサービスエリア懐かしい、よう行ったわ。こんな感じでちょっとずつちょっとずつ画面見ながら入れてでカットしてっていう作業かな。いけてるかな、ちょっと今から聞いてみる。そうこうしているうちにバスは横浜町だ。あと海老名、うわっ海老名のサービスエリア懐かしい、よう行ったまあまあいいんちゃう。まあこんな感じで一個一個こう画面見ながら声を入れていくっていう作業を今からもうずーっと何時間かやっていくわ。だいぶ作業はかどった、うん、1時間寝て3時間ぐらいか、うん、作業もしてナレーションもほぼ終わって、うん、めちゃくちゃええ感じやわ。秋葉原こっからちょっと新宿方面行ってでちょっと打ち合わせよ、うん、電車乗ろうか、雨降ってきた。そうやね、天気悪い。なんかとりあえずチケット買うて電車乗ろう。おい、秋葉原、秋葉原、はい、新宿に着きました。おい、なんか俺新宿に縁あんのかな。何ですか。バスと新宿、ここ。この間の夜行バスの あれで着いたところ、うん、昼行バスでここ乗ったところ、うん、で、俺東京住んでたところ、俺の会社、新宿に事務所あって、まあ、そうか、せやな。でレディゴーも新宿あったし亀田コークさんにボクシングを教えてもらってたジムも新宿やったし。あ、そうやな。なんだろうな、新宿なんか縁あんのかな。そうやな。で、今から行くんが上ブログの、 あの裏方周り、うん、あの動画の撮影許可とか、うん、裏の細かいところ、今回 あのサンライズ出雲のチケットとか、うん、夜行バスのチケットとか取ってくれたりとかしてる事務所があって、エージェント会社があって、そこと業務提携してるから打ち合わせ、うん、みんな知ってんね、あの丸田共和国一緒に行った沢ちゃんそこにちょっと行くから、うん、沢ちゃんに会いに行こう。フラット東京来た時とかちょっと会って打ち合わせしたりとか、うん、そう案件依頼してくれたりとかしてるとか、そういうところでな、まあジョーブルはちょっと実はいろんな人の支えによって成り立ってますっていうことかな。はい、これもちょっと見ちゃいます、うん、今から打ち合わせ行く。一回これ切符の解説通ってんだよ。うまいやな、ほんまや。3回目も来たから、うん、特許かなすごい、なんやこれ。え、ここいつから入ったんだっけ。僕らは9月ぐらいです。あ、去年の。はい。え、それまではどこ、エリセだったっけ。いや、渋谷のスクランブルスクエア。それもすごいな大学生の時に出会った沢ちゃんが出世したな。はい、沢ちゃんの事務所来ました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、ここが事務所というか、ここはあれやな、共用の会議室。そう、会議室なんで、はい、結構いろんな人使って、大人数で会議室ではここ使ってます、うん。で、普段の作業は向こうで、向こう側でオフィス入ってます。あ、そうなんや。はい、この週末ちょっとまたでかくなるんですけど、3倍ぐらい。マジで、すごいな、沢ちゃん。髪やばくないよ急にくるくるパワーどうしたっすか。いや、サンライズ出雲で起きたらこうなってた俺なってないし、なんか俺だけなってたわ、知らない間に。そうだって、サンライズ出雲のチケット取ってくれたこの沢ちゃんチームいましたね。ありがとう。ありがとうございます。もうびっくりした、そこにコーヒーもあるしさ、あのコーヒーちょっと飲んでみたけどな。で、これ見て、これなんかもうやっぱ東京ってすごいな。いやいや、大阪でおしゃれな、見たことないいっぱいあんねん普段は俺もいろんなとこおるからオンラインやんな、オンラインのズームで、うん、だから会うんはいつ以来。年始にね、あの飲み会して、うん、新年会ぶりか。マジか、結構会ってないですよね、それで。ズームってすごいな結構会ってる、会ってる感出るな。忙しい、最近めっちゃ忙しいですね。へぇ、忙しいですけど、ちゃんとやってる。はい、そっかそっか。いや、でもありがとう、会えてよかった。うん、終わり？違う何しに来た？まだ何も見つまってないで。もう顔見たし。それだけでエネルギーもらえる。もうどんどん修正していく人の顔を見て顔を合わせるってことがエネルギーをもらうってことだから。もう今回のうちはな。やばいやろ。行こうか。さらしすぎやろ。
ありがとう、ありがとう。はい。ほなほな、また来るわ。はい、また来ます。ありがとうございます。よし、一旦今日の東京の目的は達成したから、うん、大阪帰ります。はい、秒やけど、まあ言うてももう夕方なんですけど、でもな、ちょっとな、俺食いたいもんあんねん、一個だけ、うん、東京駅行ったら毎回、俺今日は売ってるかな、それだけ買うて、うん、世界一うまい海苔弁、東京駅行ったら俺絶対買う、それ、空いとったらな、うん、海苔弁やのにって思う。そんなに、そう、海苔弁でって思うけど、やばい、うん、それだけちょっと買って、新幹線乗って、大阪帰ろう。了解っす。で、明日ちょっと関西で朝一スタートやるから、うん、そう、やばい、海苔弁、日本一うまい海苔弁言うてたやつな、新幹線に食べよう。うん、じゃあ大阪帰ろう。おい、帰りましょう。私服の時間や。いや、今日もお疲れ。お疲れ様でした。うん、どっからが昨日で、どっからが今日で、どっからが明日なんかっていうのも分からんけどな。せやな。あの寝てる間も移動してたし、うん、それに平行に繋がってるわ。うん、東京駅行った時に毎回買う。のり弁の中では日本一。で、あり、世界一。うん。うん、すげえ、丁寧やな。すごいよな。のり弁で、まあ、そうやな。のり弁で日本一。すごいよ、これ。うん、でもその、やっぱ11時とか12時とかのランチに来てたら、結構もう目の前でこう、ご飯、やったりご飯とかやったりするけど、作りたてではないから、あれやろうけど、これな。いい匂いするわ。これ。いただきます。まず、海苔からいきまして。海苔の時点でちょっと違う。めっちゃいい匂いする。なあ、ほら。海苔の中にまだ、魚みたいなの入ってて、ミルフィーユ状態。うわ、こっちには梅干しも入ってんね、カツオも入ってんね、うん、具だくさんなこと、うん、ご飯も違う、うまい、美味しい米か、うん、ほんまで炊きたての方が、うん、匂いからバーン入ってるけど、だってさ、すごくない、鶏とか鮭とかさ、卵とか、うん、いろんなおかずにこっちは全員麺に張ってると思うよ、うん、海苔が張ってんね、うん、こっちはこう、あ、好きなやつや、それ、うん、やか昆布ここで、あ、なるほどね、ワックスでブロックで、じゃあこっち行って、うん、そこなんやろ、うわ、こっちが明太子です。辛い、練習すぎて辛い、幸せやな、うまかった、うん、これはマジでうまい、うん、ごちそうさまでした。うん、早いな、よっしゃい、大阪帰ってきた。あー、着いた。明日朝早いからな、うん、帰ってずっと来ねよ。そうやな、ダイブしよう、うん、明日のためにエネルギー蓄えて、うん、で明日からちょっと撮影で地方行くから、うん、頑張っていきましょう。はい、ふー、ただいま帰ってきた。いや、今日もよう頑張った俺、ありがとうよ、この体に。で、出会ってくれた人に、この密着生活、昨日、一昨日、昨日からか、もうどっからが昨日かとか分かってないねんけど、でももういろんな人に出会ってるやろ。で、夜帰ってきたら家とかに、でも LINE とかで、あの出会った人とかにありがとうみたいな、お世話になりました、お世話になった人とかにとか言って LINE とかしながら、で、明日会う人にもな、よろしくお願いしますとかっていう LINE とかしながら、うん、で、明日もな、もうハードやね、撮影が結構なんか体力使う撮影らしいから、だからもう体力温存するために今日はもう速攻寝る。だからもう今速攻風呂入ってきてんけど、風呂入って今撮影回してんねんけど、俺が元気でおらんな、みんなを元気にさせられへんから、やっぱなんか撮影って気合い入れて心を込めるってことって大事だと思うね。こんな感じで、あ、やばいわ、眠たいわとかって感じとか、なんかやっぱこうしんどいわって思いながらやったら、こうみんなにな、ほんまに楽しみとか元気とか笑いとかを与えられへんわけやん。やっぱなんかコメント欄見ててもそうやし、 DM とか見ててもそうやしさ、俺の動画を見てなんか勇気やったり元気やったりとか希望とか、いろんな感情を持ってくれてる人だって多いと思う。だからこそこっちもなんかやっぱ本気で向き合ってこうやってみんなに伝えたいなっていう風に思うから、だから体力を温存することも大事かなと思うんで、だからほんまにもうこっからはもう寝ることに全集中って感じで寝たいと思うわ。おやすみみんな、また明日。ジョブロック、すぐ寝た。いや、すぐ寝れなかったんで眠たいですけど。風呂入った？風呂入るじゃん。湯船使った？湯船使ってないです。マジで？マジで湯船使ったことになる。靴は大事にして。ああ、まあ大事っちゃ大事ですもんね。なんか私服の時間。うん。入浴剤入れて。ああ、いいな。で、だいたい朝の時頃なんやけど、うん、今日は奈良県。はい。で、奈良県でなんか特殊掃除とか整理とかをしてる、うん、仕事してる方からご依頼もらって、でなんか夜逃げした人がいて、うん、その夜逃げの後のなんか保険の掃除の仕事みたいな。
を撮影させてもらうねんけど、ジョーブログの方でな、ただそれがもうなんか普通の掃除じゃなくてゴミ屋敷みたいになってるらしいから、そう、まあ、まあまあ掃除って言ったらな、誰でもできる仕事やけど人が嫌がる仕事やからな、やりがいのある仕事なんじゃないかなと思って、で多分かなりこう写真見たけど絵面がやばかったから、しかもその夜逃げていろんな事情があるやろな、その辺にも迫りながらちょっとその独自掃除っていうのを経験してみようかなと思って今回撮影に行くって感じかな。ガンガンやろう、ガンガン応援するから。なんでやな、俺がするの逆や。でも本部で写真やばかったよ。いや僕それ見てないんですよ。そう、まあ、その辺は本編で見てほしいな、うん、なんか新しい経験とかいろんな人に出会えるのが貴重やな、うん、今日もなんかまた一つ新しい経験させてもらうってことやから、マジで俺人生でドラクエと一緒やなと思うから、うん、なんかマジで経験値アップごとに自分のなんか人間味じゃないけどなんか視野とかレベルって上がっていくと思う、うん、そうやって年を取っていけることを誇りに思います。感謝しています。というわけで今日も頑張っていきます。デリゴよろしくお願いします。カメラごっついな。うまいな。俺らと全然違う。いただきます。お昼休憩ですね。めっちゃあったかい。やった感あるな。ほんまに今回の。めちゃくちゃ綺麗になっていってるから。なあ、うん。え、2時間ぐらいでだってあれも足場見えたもん、ね。うん。足場見えた時ちょっと感動したな。感動したな。やば、美味しい、うん、めちゃめちゃ動いてたから、汗だくやったで。汗だくやったっすね。結構体力使う、うん、機敏に動いてたもんな。向いてる向いてる向いてる、いや向いてるやろ、うん、やるからね、本気でやろう、うん、せっかく呼んでもらった適当にやってたら嫌や。そうっす、せっかく呼んでもらってるのにペットボトル2個だけはな。あんて取ってくれてるからいいけど、ちょっとあの奥にもあるやつ、うん、ちょっと見にくいけど、まあ、山積みやっぱ場外あるなと思われて、うん、人の想像を超えない、うん、お願い事は試されることって言うべ、うんうん、でも初め見た時さ、あれ、うん、あこんなん1日で終わるんと思ったけど、うん、思ったな。人数もおるからってあるやろと、うん、レックス出てきたんだよ。エクピーゲも出てきたし、うん、それはちょっと本編見て、うん、つまり余計うまい気がする。動いたからな、動いた。東京って大阪そこから出て起きて、これは尋常じゃない、尋常じゃないってことしてる、ほんまに、うん、元気やろみんな、うん、元気すぎるよ強いから取る、うん、上のおかげ。皆さんありがとうございました。ちょっと片手してもらって、うん、レディゴーのみんなで寝る、うん、なんか達成感やな、うん、めっちゃ達成感が得られますね。めちゃくちゃ綺麗だったね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ行きます。ちょうど最近だから。うん。だって何時から9時ぐらいから開始して。そうですね。今5時半。1時間ぐらい。うんうん。うん、そうですね。結構体力使ったわ。いやーでしょうね、うん。がっつりやってたからほんまにブルドーザーやったな。ブルドーザーやった。うん。ゴミを抱きしめた。うん。じゃあちょっと。今日はさすがに疲れたでしょ。全然上で。マジ？そんなもんじゃないよ。なかなかブルドーザーやったで。結構体使ったな。うん。お土産も持ってきた。へえ。ちょっとやばいお土産持ってきた。ちょっとみんなで食べよう。あ、じゃあ帰ろう。ちょっと今日。あ、帰ろうとしてた？帰るのやめました。あ、なんかすごそう。今日の撮影で。え、2個ある。お土産でもらった。おお。うわ、めちゃくちゃうまそうやん。うわ見て見て、シャール、うわこれ俺らだけでも食われへんかもしれんぐらいの量で、これ ラスクも最高やん。いただきます。おい、ちょっとやばいわやばいわ、ただいまうん、まっ、それで食って、いただきます。それで食って、うん、こっちまたちゃう、うん、あ、ほんまや、いただきます。お寿司めっちゃ好き。おお、見えた見えた。やったー。ありがとうございます。めっちゃ好き。幸せや。違うな。ああ、ありがとうございます。そう、結構それな、お土産とか結構もらったりすんねんな、撮影とかでもそうやし、現場とかで。このラスクとかなんかもさ、それもそこは映されへんかったけど、休憩時間に近隣の視聴者さんが来てくれていただいたでしょ。このレディゴーにも多分この辺とかもそうやねんけど、うん、そう。
いろんなお菓子とかもらったりして、俺だけじゃ食いきらんからみんなで一緒に食べてんで、エリゴンな、うん、美味しくいただいております。マジでそう、一個も無駄にしてないから、だからほんまにあってよかったエリゴンって。うんうん、あ、敵ですか。あ、めっちゃ出会った。うまっ、こってめっちゃうまない。うん、頑張った後やから余計やわ。うん、まあ、みんなあっちも見てほしいね。見てくれてるから、この密着見てくれてる人は、うん、見てくれてるよ。超頑張ったからな。相当頑張ってた、ほんまに。うん、マジで。ちゃんとだって撮影用とかじゃなくて、うん、全部フルでちゃんと働いてたからな。うん、そりゃそうやろ。あ、でもその映ってる尺しかみんなわかんないじゃないですか。そうやな、リアルっていうところが。いや、ほんまリアルの男やから、うん、何事にも全力っていうのがモットーなんで。うんうん、結構食うだな。うん、ラスト1個幸せだ。うん、ちょっとだけ顔出しておこう。何人かに分けてごらん。お疲れ。おー、これあげます。ありがとうございます。お土産もらったんだ。どうも。よかったら。そんなスッと受け止めや。いきます。はい、レディーゴー。オッケー。ありがとうございます。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。じゃあ帰るか。はい。はい、ただいま。家帰ってきた。で、今、まあ、見ての通り、あのシャワー浴びたとこでーす。はい、なんかちょっとアントニオ猪木さんみたいになってるけど、プロ、オープン初公開。まあ、こんな感じで、まあ、入浴剤溜めて、みたいな。シャンプーとかリンスとかそういうのはなんかあんまこだわりなくて、結構もらえもんが多い。うん、美容室でもらったりとか視聴者さんにもらったりとか、そう、そういう感じ。ほんで、あの意外と結構やんのが、あのうがい、ガキの頃からなんか帰ってきたらようやんねん。で、あの最近あの生きてずっとイソジンがこのキッチンに置いてあるから、イソジンを俺流のうがいがあって、こうやってで口の中で混ぜてやるって感じ。これやってたら絶対風邪ひかん。うん、事実もう何年、何、6年7年8年分からんけど風邪ひいてない、一切体調不良ゼロ。はい、今からはあの YouTube のメンバーシップのあの上手クラブ、ファンクラブなのあの限定生配信、ちょっと家でちょっと時間空いた時とかにちょくちょくやってます。サムネとかで、まあ、他のなんかこうインスタライブとかの生配信と違ってファンクラブのメンバーやからコメントをギャンギャンに読めるみたいな感じかな。始まった？始まった？お疲れー、お疲れー、やっと帰ってきた大阪、お疲れさん。こんな感じでジョーズクラブの生配信をやっておりまーす。体壊さんように気をつけてください。ありがとう、みんな心配してくれて。次のチャレンジ気になります。そうやね、そろそろ発表するわ。何キロ走ってるの？いや、まだまだほんま30分40分とか、長くて、50分ぐらい。じゃあみんな今日も遅くに見てくれてありがとう。じゃあ今からメインチャンネル上げるから、おやすみ。大スチヤで言うて、大スチヤでおやすみ、ありがとう。 OK、 はい、っていう感じでね。はい、今から動画アップして、こうやって携帯で俺自身がします。公開 OK。 じゃあちょっと一回コメント読むわ。おざーす。やばい、え、全身筋肉痛。なんですか？昨日のやつや。あー、それで昨日の掃除のやつ。はいはいはい、ゴミ運びまくって。うわ、こんなくんねんな、うん、掃除って。うん、僕も足筋肉痛さ。なんでってことで3つ4つやろ。そうそんなんやろ。そう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 、気にするわ。今日で岐阜の工場、うん、岐阜の工場行くやん、はいはいはい、今が新幹線乗るやん、うん、だからあんまこうサロンバスとか湿布とかあんま張りたないんや、うん、臭なるやん。あ、匂いで。ああ、なるほどね。よし、これポテローサの大事な服やしさ、うん、自分のブランドのとこやから、うんうん、このまま俺まだ家しばらく帰れへんから。そうやな。そうだからもうこのまま乗り切ったろう思って、うん、新大阪から今時刻朝の10時、うん、というわけで岐阜県に、はいやりたいと思う。笑うやろ。笑うよ、笑ってるわ、マジで。どんな多忙やねん、ほんま。この移動距離笑うやろ。やばいよ。うん、ほら、岐阜県に行ってみよう。なんやそれ。今
回ちょっと岐阜で会いたい人に会いに行くって感じだから、アパレルですごいこう業績を残してる人で、プリント T シャツの会社やねんけど、その人にインタビューの動画を撮るって感じで、まあ、それは本編で見てほしいねんけど、でその人と終わった後飯行くって感じだから、ワンチャン遅なったら岐阜宿泊かもしれん、うん、俺がだってそのまま明日から九州やから、そうですね、大阪帰ってる暇がないというか、もしそうなったら速攻セントレアから、うん、名古屋のセントレアから九州行った方がいいかもな、明日。名古屋着いた。いや近いっすね、名古屋。全然近い。で、こっから乗り換え？乗り換えっす。今年か岐阜にやん、うん、まああるあるなあ、うん、めっちゃ来てる。去年三重やったけど、まあマサニーの存在っていうのもあるただ今日多分マサニー会われへんよね、うん、スケジュール的にそうですね、パンパンやもんな、うん、で今からポデローサのデザイナーさんとここで待ち合わせしてて、うん、で一緒にアパレルの工場を回る、うん、あのポデローサ の, あのデザイナーの広下さんです。お願いします。この1年間俺がこんなんがいいんじゃないですか、こんなんがいいんじゃないですかっていうアイディアを全部もう具現化してくれた、うんうん、この人なしではポデローサっていうブランドはないんで、はい、あの裏のドンでございます、はい、お願いしますマジでもうずーっとラリーをして木下さんからいろんな話聞いて勉強しながらこの服が完成したっていうことなんで、うん、ポデローサが高かった格になる人なんで、うん、今後多分お付き合い長くなると思うんですけど、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。スタンドっていうことですか。はい、お邪魔します。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんな感じになってるんですね。はい、素敵。このスタンドの同級さんのところでポテロさんのこういうところに塗ってもらうってことですよね。これまさにやってくれた。そうです。ありがとうございます。めちゃ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 いいです。みんなおしゃれですね。うん、ここでやったんですか。これはもう全然。これもここで。ああ、そうなんですね。今後あのポデロさんの専属の縫製をいろいろ依頼することになると思うので、はい、ありがとうございます。はい、なるほど。よろしくお願いします。はい、お願いします。めちゃくちゃ忙しくさせる可能性があるんです。はい。待ってますよ。はい、盛り上げます。岐阜ごと盛り上げます。素敵なブランドにするんで、ちょっと今後ともよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。商品は本当にいい縫い方やし、生地やし、はいはい、やっててもおもろいんで、もうこれはもう手に取られたらいいのが分かると思いますけどね。これもやってくれたんです。はい、ね、これとかも結構ね、斬新なパターンじゃないですか。すね、なかなか手残ったことを。どうやんねやろって思いましたけど、いやかっこいいですよね。かっこいいですね。はい、いろいろとご依頼させてください。ありがとうございます。お会いできてよかったです。ありがとうございます。はい、またトントンの見に行 行きましょう。さっきあの縫製工場行っててんけど、うん、今は坂口なせんって言って、うん、T シャツのプリントとかする加工工場、うん、ドキュメンタリー番組やって、そのテレビ見てそこの社長さんに会いに来て、はい、その坂口なせんの社長の坂口さんです、はい、え、今から飯連れて行ってもらいます。はい、飯行きますか。いいよいいよ。あ、これ買わせてもらったんで。ありがとうございます。はい、どうですか。ここです。え、ここですか。え、渋いでしょ。え、この中にあるんですか。酒屋さんですか。ここがいず、あの居酒屋ね。あ、居酒屋なんですね、はい、ここに入らない。はい、はい、ここ入らないんですか。ここ入らずに、はい、じゃあ、こんにちは。お邪魔します。めっちゃ仲いいですね。だってお母さんよりでかいもん。いや、私もですよ。私も十分大きい。いらっしゃいませ。あ、こんにちは。お世話になります。お邪魔します。どうぞ。こっちに入ってすげえ。まあ、やっぱなんか坂口さんやっぱこういうとこ好きなんですね。いいっすね。僕めっちゃこういうとこ好きなんですよ。うわ、うわ、すごい。最高。誰とも合わないの。いやいやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。
ありがとうございます。いえいえ、うまい、うん、コーラがうまい。普段飲まないですね。飲まない、飲めてますね。にお店なんですか。前が、前がお店。ここはもうそういう知り合いの。あ、そうなんですね。でも今日坂口さんと会ってほんまなんか、あ、ほんまに変な人やなって。僕も変って言われるんですけど、あ、もっと変でいいんやなって思いました。もっと変でいい。みんな変やもんね、はい、きっとね。そうですよ、うん。いやでもなんかすごい、僕は今日なんかすごい野心と、あと吹っ飛んだ心というかもらいました。めちゃくちゃ結構なんていうんですかね、ぶっ飛びまくってたんですよ。もっとこう何年も前、うんうん、もうヤンキーみたいなぐらいぶっ飛んでたんですよね。でも思いついたこと言うしやるしみたいな。でまた復活させるみたいな。あ、いやそういうわけではないんですけど、うん、なんていうんですかね、あ、もうちょいちょっとこう行ったるかみたいな。33や2や。あ、そうです。やっぱ年を重ねるとさ、はい、やっぱ勢いはあるけど、はい、なんかここを越えていたみたいなのは絶対出てくるよね。そうです、そうです、ね、確かに昔はなかったよ、そのハードルっていうのがさ、ボーダーが一切なくて、ね、はい、でもなんか変にちょっと最近真面目になりすぎてる部分もあるなみたいな、まあ、やってみたいことっていうか、自分が楽しいでこれやろうとかではなくて、はい、あ、これでやると、あ、多分こいつらめっちゃ喜ぶとか考えると、ここまでやっていかんなとかっていうのがなくなっちゃう、なかなかおらんくない。その経営者の方でこんなにこうエンターテインメントに飛んでる人というか、うんうん、よくさ、俺も昔から講演会とかもね行っとったりもするけどさ、行くのはいいけど聞いてない人たちももちろんおったり、はい、で特に子供なんて言ったら、あの全校集会のあの話、校長先生の話、うん、そうね、頼われってなりますもんね。でしょ、はい、最初紹介されて壇上上がるよね。壇上上がって自己紹介だけですよ、はい、坂口那須の社長の坂口照です、はい、以上って言って、はい、マイク置いて、はい、こっから僕はもう壇上降りますみたいな、でみんなの前行ってなんかダー喋って、絶対そっちの方が子供ら楽しいって、はい、同じことをしたくなって、マイクで喋るとか、変な人でした。変ではない。改めて尊敬しました。いやいや、もうテレビで会ってわーって感動した、そのリスペクトの気持ちっていうのが、あ、間違ってなかったなって今日一日通して思いました。いろんな成功してる人っていると思うんですけど、社会的成功と人間的成功ってあると思ってて、僕は社会的成功ってやっぱお金稼ぐとか有名になるとか地位名誉とかってあると思うんですよ。でもなんかそれだけじゃなくて、心っていうんですかね、人間的な意味でも成功してらっしゃるなっていうんですかね、なんかそういう子供たちやったりとか従業員とかいろんな人たちに寄り添うっていう思いやりっていうのをすごい学ばさせてもらったんで、そういった意味でなんかこれからもっと大きくなりたいなっていうふうに思いましたね。もっともっと変人に、はい、もっともっと変人に、はい、なります。なりますか。なります。もっともっといけるなって思いましたね。ありがとうございます。わあ、めちゃめちゃ良かった。うん、今日も濃い一日でしたね。ほんまに心の勉強になった。うん。ちんや。はい。ちんや。明日から休みやもんな。そうですね。僕は一旦帰ります、大阪に。帰るもんな。はい。帰らんでもいいねって、全然。いや、もう帰ります。もう帰る感じなんで。完全に。体がこっち向いちゃってるから。俺は今から、はい、岐阜に泊まって、うん、朝一で博多で明日ちょっとイベントがあるから、うん、福岡で1日2日福岡におって、うん、でそっから九州撮影が始まるから陳也も合流、そこで合流ですねってことやもんな、はい、ええねんな、別にそのまま来た方が早い。いや大丈夫です、全然大丈夫です。ほんまに僕はほんまに行くっすわ。うん、これでじゃあまあまあゆっくり休んで、はい、大阪帰って気をつけて。うん、じゃあ俺が行くわ。そうですね、お疲れです。お気をつけて。なんかおかしいなこの感じ。ジョブロック。はあ、ただいまー。で、ちんやはこのまま大阪に帰って休みに入るから、で、俺は明日イベントのために、そのイベントっていうのはガンプ鈴木くんっていう TikToker、 旅して TikTok に動画上げてる、まあひょんなことから出会って、まあ俺も動画で多分そのガンプくんの話したことあるねんけど、日本縦断やったりとかアメリカ横断とかも人力車で旅してる人がおって、そのガンプくんが日本縦断のゴールを明日福岡に置いてるんかな。で、その時にイベントがあるからそれに出演してほしいって言われたから、もちろんっつって明日行くって感じかな。まあ今日も一日ほんま最高やった。なんか刺激的な一日やったな。
ほんまに心の勉強になったって感じ。やっぱりなんかこうああやって結果出してて、かつなんか人間的に器に大きい人に出会えたなって、なんかそれがすごくこう自分がなんかやってること思ってることが間違ってないねんなっていう風に感じたし、だからこそもっともっとなんかこう人に対して思いやりを持って生きていこうっていう風なことが確信に変わった一日でしたね。俺がなんかやっぱ尊敬する人っていうのはなんかどこまでも思いやりを持ってて、人に優しさを提供するって相手が何求めてるかっていうことを考えることができるっていうのかな、なんかそういう頭の良さっていう想像力を持ってるっていうか、思いやりって俺想像力だと思ってて、相手が何求めてるか、どういうところが困ってるかと、何を提供したら一番喜ぶかっていうことをなんか常に考えてる人、なんかそれも一つの一種のなんか企画力っていうのかな、なんかそういうのすごい持ってはる人やったなって、で会社が大きくなるだけじゃなくて、本当に従業員に対してなんか思いやりを持って、従業員っていうよりもなんか仲間であったりファミリーって思ってる人やったなっていう感じかな。すごくだから勉強になりました。そしてなんかもともとなんか俺の中でのロマンが大きくなったし、もっと大きなことやっていこう、それと同時に目の前の仲間たちをもっともっと大事にしていこう、これから増える仲間をもっと大事にしていこうっていうふうに思いました。もういっぱい喋りたいことあるけど、明日に備えて寝たいと思う。おやすみ。シャワー浴びてからやけど寝るわ。おはよう。あのホテルのもう目の前が名鉄岐阜駅やったからめっちゃ便利やったわ。あ、ほら、もう西武国際空港って書いてあるわ。ほな行ってくるな。はい、というわけで中部国際空港セントレアに着きました。あっという間やったな。国内線ってだけでもうめちゃくちゃ楽やな。やっぱ俺税関が一番嫌いやねん。人生で一番嫌いなんが、まあ、2つあるねんけど、ジェットコースターと税関、これが一番嫌い。税関のあのなんか監視される感じ、例えばさ自転車とかで道路走ってたりとかしたらな、警察とすれ違うやん。警察とすれ違った瞬間になんかあのなんかこう悪いことしてないけどドギマキする感じ、ちょっとドキッとする感じ、あれ税関に一番漂ってんの。俺何もしてないけど、もしかしたらなんか悪いもんが混じってないかなっていう、そういうようななんか捕まれへんかなっていう、あんな雰囲気がめちゃくちゃいいやん。初めて初海が二十歳ぐらいの時に無一文でアメリカ横断行った時に、俺税関で捕まって、で5時間ぐらい拘束されて、でやっとの思いで入国できてアメリカにっていう経験があったからな。ってか俺今月だけでマジで何回飛行機乗ってんの。それでみんなびっくりして、俺マイル1個も貯めてない。俺ポイントっていうポイントを貯めたことがない。でもマイルに関してはそろそろ貯めていかなかった。俺ガキの頃からあんまポイントとかそういうの貯めたことがなくて、スタンプとかあるやん、カードのスタンプとかで何個貯まったら無料なの。ああいうのめんどくさくてさ、だからマイルは貯めりゃやばいな思って。なんでかって言ったら、なんかこう旅行系の YouTuber とかさ増えてきたけど、マイルでファーストクラス乗ったりとかしてるやん。マジで。で俺周りに言われるんだよね、ジョーやったらファーストクラスなんか何回も乗れてるほど飛行機乗ってるから絶対貯めた方がいいよって。マイル貯めるだけで何回タダで旅行に行けんの、ファーストクラス乗れんの、ビジネスクラス乗れんの。え、マジでそんな感じ。やったらちょっと貯めるとか。天気よ、セントリアってこんな綺麗ねんな、開けてんねんな。え、待って、めちゃめちゃ綺麗やん。え、こんな感じなん、セントリアって。びっくりしてんねんけど、何これ。すいません愛知の皆さん、舐めてたわ俺。なんなんこれ、めちゃめちゃでかい飛行機のモニュメント、中入れんねや。ちょっと時間ないから今回は入れへんけど、空港だけで多分めちゃめちゃ楽しめると思う、こんなにいろんな施設あったら。綺麗、セントレア、ほんま中部国際空港じゃなくてセントレアっていうおしゃれな名前つけてる理由がわかるわ。なんか関空とかにもそういう名前つけてほしいな。羽田とかもなんかウィングランドとか。はい、すいませんでした、行きます。よっしゃい、博多の駅に着きました。福岡空港に着いた。博多駅の方のホテルに撮ってるから、なんかポルノグラフィティとかのコンサートがあるらしくて、今日なんかな、だからめちゃくちゃホテル高かった。え、だってなんか普通にアベレージ1泊5万とかしてんねんけど、とんでもないよな。いやだからその友達のしんちゃんも来るっていうから、もう一緒に部屋取ろうって言って、それで安なったけど、だからツインで、そう男2人で泊まるっていう。よし、ホテル着いた。なんか多分エアビーみたいな感じなんかな。あ、やっぱエアビーみたいな感じかもしれん。なんかマンションも、マジしてすげえってマジで普通のマンションやん。お邪魔します。
すごいおもろ。歯型ついて速攻一文字入った気分。ほんなら本日の寝るスペースホテルはこちらです。お、ええやん、めっちゃええやん。ほらキッチンあって冷蔵庫あって、まあ、決してこう何新しいわけではないけど過不足ない。ほんまに部屋って感じ。いいやん、落ち着いてアットホームで。エアビーとホテル合体したみたいな、こうホテル感あるけどな。ベッドは、はい、ほんとちょっとな、俺どんなイベントかそんな分かってないね。なんかその飲みの時にあのガンプ君にもういいよみたいな、行くわみたいな感じで二つ返事で言っちゃったから、どんなイベントか分からんねんけど、ガンプ君にはゴールするからそれをみんなで祝う会みたいな、だから飲み会とかもあるんちゃうかなと思ってて、そのコースアメリカ横断を人力車でやってんけど、そのストーリーを自分で制作した自主映画を作って、それを全国で上映してるみたいな。で、その最初が福岡なんかな、それも見るっていう感じやねんけど、俺見たくてめちゃめちゃ、やっぱ同じ旅人としてやっぱりな、刺激が欲しいやん。俺も冒険やってきたからこそなんか原点に立ち返るじゃないけど、いろんなことを感じてるんじゃないかなと思って、で、それまでちょっとあのパソコン作業、編集でナレーションをやっていこうかなと。であと1時間ぐらいでも出なあかんから、それをちょっとでもやって、で、そのイベント会場に向かいたいと思います。はい、ここからは乗客の皆さんが寝静まってると思うんで、夜行バスやからな。だからジョーのナレーションでお送りしたいと思います。なんかその会員公園みたいなところついてんけど、あ、こんにちは。夕姫めっちゃ綺麗。あ、こんにちは。ちょっとな、どこ会場、なんかイベントの会場探してんねんけど。今ガンプさん来るっす。あ、もうここに来んの。ここに来るっす。乗客降下場所。え、覚えてます。あー、覚えてる、覚えてる。え、ここはなんなん、会場なん、ゴールなん。ゴールなおかつそこは会場。あー、そうなん。そうそうそう、めっちゃ綺麗ここ。やっぱ、あ、マイク忘れたからな。風めっちゃ強いな。やべ。お、これ。はい、というわけでしんちゃんです。タイとか一緒にいてたしんちゃん。これそろか、着いたっぽいな。これ東京浅草から、から2ヶ月ちょい、2ヶ月ちょいで1380何キロ言ってた。すごい。ちょっと行こう。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、めちゃくちゃ忙しいですね。それはほんま。マジで来てくれたんですね。ほんまにあの、大好きで、大ファンで。多分そうです。ほんまにずっと見てて、動画でも喋ったことあるし。あ、そう、それをね、リスナーさんから聞いて。そう、ちょっとメッセージくれて。で、今なら DM 返してくるかなと思って。で、送ったら帰ってきたんすよ。イエーイ。マジで。いや、すげえ、俺もだから言うてみるもんやなと思って。動画で会いたい人とか、なんか視聴者さんから面白い旅人っていますかみたいな言われて、え、わからなくて。でも旅のスタイルって変わってるから、ヒッチハイクとかもちょっともうやる人少なくなってるし、いや、Cって言えばガンプ鈴木くんかなみたいな話をしたことがあって、動画で。その次の日か、その次の次の日ぐらいに速攻 DM くれて、どうもみたいになって、ほんで乾杯って言って意気投合して、ほんじゃ福岡でゴールあるんで来てください言うて、そう、ほんまに来てくれましたってね。やばい。いや、感動しました。本当に感動を共有できて嬉しいです。本当にいつかこれやってみたいなってことになってて、僕安全運転行ってらっしゃいが、まあラップのセリフみたいになってて、ジョーさんもなんかありますよね。レディーゴーとかそういうこと。おお、これをちょっとミックスして言いたいなと思いまして。オッケー、皆さんグラス持ちました。じゃあ行きます。安全運転レディーゴー。いや、ガンプくん、メルカーに安全だ。はい、すごい。はい、ブログさんでした。ありがとうございました。終わります。なんで読んだよ、博多に。ジョーさん、旅何年ぐらいするんですか。でも19歳からやから多分ですけど、12、3年。あ、めっちゃ長いっすね。きっかけの原点知りたいっすね。わぁ、知りたい。いっぱいあんねんけど。いや、だって俺からだってガンプくん絶対聞いた方がいいやろ。今回だってガンプくん会やもん。ですけど、ジョーさん、あそこ聞いた人いるんで、一個ずつ言い合いましょう。
原始的な旅のきっかけの、うん、長なるですね。8時間ぐらいかかる。8時間長いそれをなんか3分ぐらい、3分ぐらい、もうほんま、キュッてやったら、これは本で本多分、うん、日本語でもね、何だと思ってんの。いや、なんかこう、ジョーさん結構体育会系のイメージがあるから。あ、そうやけど、その受験勉強してた時があって、やっぱりその人生のターニングポイントってあるやん。大学受験しようと思ってて、もうその時勉強してて、受験勉強ガリ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 図書館で受験勉強してる時に、休憩時間にバーってバーって見回ってたよ。なんかいろんな本あるな、図書館でやってたから。今度は旅行コーナーにバックパッカーズブック本っていうのがあって、見開きに世界で一番自由な旅行者たちだと。バックパッカーとは、右に行くにも左に行くにも自由で、そして目の前のその先にはどんな景色が広がってるかも分からんし、どんな出会いが広がってるかも分からん。ただそいつらは生きてるっていうことを実感するために旅を続けるんだみたいな話が書いてあって、はじめ見開き、なんだこのなんか熱い言葉が書いてある本はみたいな、からのめり込んで、いろいろその経験談、バックパッカーの経験談が書いてある本があって、その経験談にすごいこうロマンを感じて、だから今まさに今日ダンプ君が日本旅する中でアメリカを横断する中で出会った、あれが文章で書いてるような、それぞれ旅をする人が違えば内容も変わるじゃないけど、旅のスタイルも変われば内容も変わる、それが書いてあって、うわ俺はなんかこうそんな、 なんかこうダイナミックなドラマティックな経験が今できてないから、もし将来的にそういうことができればなみたいなっていうのが、当時俺が16、7歳ぐらいの時に読んだ本からきっかけもらって、そう、だから初め本だったじゃん。へえ、もしかしたら、まあ実を言うと、その1週間密着動画撮ってて、でももうずっとは撮られへんやん、さすがに。もうで、これ多分5日目ぐらいやね。で、今回福岡に来た理由っていうのが、もうガンプ君のイベント出演で、これも密着に入ってる。そう、入ってる。顎出てる、城之内、顎伸びてる、まあまあまあ、いやでも、うん、いやでもほんまに今一番熱いタブミットやから、ちょっとブルブルの人さんも一回見てください。じゃあサインしようか。ああ、サインしてほしいけど、してほしいけど、ガンプ君も俺の動画を見てくれてて、だって俺がガンプ君をダンプ、一回ダンプって言ったら、まあ、ダンプ、ダンプ入った。ダンプカーはめっちゃ違う意味になります。いや、まさか来てくれとは思ってなかったら、こう、ここに集まったガンプ君の仲間のメンバーがもうなんか俺のことも見てくれてるみたいな。いや、もちろん、もう、いや、もう、いや、もう男ならもうジョーさん、男ならジョーさん、いやいや、ほんまに、いや、男ならジョーさんも絶対通る。いや、誰しもが通る道、道。じゃあ今から、誰がどんだけジョーさんのことを語れるかゲーム。長なる。いやでも結構違うと思う。めちゃめちゃ嬉しい。でもそれは、いやでも僕本当ガチで YouTube まず知らなくて、たまたまなんか自分の携帯の中になんか入ってたアプリ、あの赤色のアプリを押したらジョーさんの動画急に出てきて、でジョーさんの動画見て、この人アメリカ横断おもろ、てか YouTube おもろってなって、だからジョーさんおもろい、 YouTube おもろいっていう順番なんですよ。でもなんかさ、例えばガンプ君もそうやけどさ、どん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 チャレンジして自分自身の思い出を作っていってるわけやん。その思い出が誰かの思い出になって、それでチャレンジを始める人たちがいっぱいおるわけやん。いや、これってこんだけ幸せなことないよな。いや、めっちゃやりがい、ね、で誰かの心にも残ってて、でそれで旅を始める人たちっていうのを今回ガンプ君のイベントでも見たわけやん。いやだからもうめちゃくちゃ今回はほんまにありがとう。じゃあ一緒に走ります。あ、いや、走りて50キロ以上走る。ゴリゴリの。ほな一緒に走ろう。反発的にはチャレンジしてきたけど。友情みたいな。あれ仲間として。今一緒に旅をして。どんな形か分からんけど、一緒にチャレンジというか旅っていう形をな。はい、しーちゃんお疲れ。お疲れさん。今日はお疲れさんです。というわけで、はい、皆さん今日は、このロレシンと、はい、カウツソ。恥ずかしいからやめて。俺はもうやめて、恥ずかしいから。恥ずかしい言いながらポーズ決めてるよ。また見てくれよな。はい、おやすみしたいと思います。はい、はい、おやすみなさい。グッモーニング、おはよう。今日朝から走ってるわ。ちょっとテーブルするけど走ってるからごめんやで。あとな、マイクないからちょっと風で音うるさいかもしれんけど、今日は移動がないから比較的ゆっくりな一日かな。久しぶりの最高やな。ちょっと実はな、来月海外で割と大きな挑戦するから、そのために走ってるっていうのもあんねんけど、
ただ全然走れてない。やっぱ撮影とかで移動が多いから週1回か2回とかたまにこうやって走ってるっていうくらい。しかも1時間も走ってないからさ、ぼちぼちやっていこうかって感じやねんけど、てかいつの間にか筋肉痛なくなっとんな。あの一昨日か3日前ぐらいのゴミの掃除した時のあの次の日めっちゃ筋肉痛やってんの。いやほんまにな、日々を走り抜けてたらさ、こうやってあの筋肉痛とか疲れの方が置いてかれんねん途中で置いてかれていくねん。で勝手に治っていくっていう現象やから、あちょっと疲れたなとか思っててもでも寝たら治んねんな。まあこんな感じでちょっとな走ってね、まだあのホテル戻ってでイベント出演かな今日もとか作業とあと打ち合わせとっていう。いや博多やからちょっとうまい飯食いたいな。はいてな感じで行ってきます。イベント会場に着きました。昨日のガンプ鈴木くんの映画の上映会でコラボトークイベントをするんで、それで今回トークしまーす。途中で骨董品屋みたいなの見て300円で買おうと思うと、これ今回の博多のお土産にしよう。かわいいネパールの、いや博多のお土産ネパールこれ動画してみてめっちゃ綺麗。今日は天気もええし、よしここあ、これやこれや。あ、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。どこでどう入ったんやろ。よし。あ、すいません。ありがとう、昨日は。一着やったみたい。そう。一着されてる。そういうことね。そういうこと。理解理解理解。今日はよろしくお願いします。よろしく。今日は映画上映前に、ジョーさんと、ちょっとあの、トーク、ショーまで行かないですけど、ちょっとあの、盛り上げてからの、写真撮ってからの、武藤さんは、今日アメリカ横断の映画を見てほしいです。楽しむ、楽しむってことやな。でただただ楽しんだらいいって。で、感想文を僕に LINE で送ってください。あ、感想文、はい、5行。5行いる、はい、いつも LINE めっちゃ短い。やばいです、いつも3文字です。3文字やな。はい、おっそう、了解絵文字だけです。おっ短いね。今回感想文、今日のゲスト、毎回映画でゲスト呼んでるんですけど、今日のゲストはあの旅中にお会いしたんですけど、とんでもない人呼びました。ジョーブログさーん。はい、この有興即走の服をジョーさんに、プレゼントしたいと思います。やったー、嬉しい、はい、もう最高な思い出。今来てくるわ、ちょっと、はい、ちょっと来てくる、生着替えです。ちょっと喋っといて、はい、あ、生着替えしなかった、はい、何で生着替えするのすごい、もういいや、逆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 あ、ほんまに間違えたんですか。ナチュラルにですね。アメリカを横断してたんで、ちょっとそういう質問したいなと思うんですけど、はい、どこでトイレしてたんですか。もう地球の地面がトイレやんな。あ、まあでも俺は例えばガンプ君みたいに公園を走ってたわけじゃないから、ヒッチハイクとかやからスポットスポットで止まるから、だからこうほんまアメリカ中のマクドナルドでやってた、ね、今回映画でそういうシーンも見れるんですか。あ、そう、まあやっぱドキュメンタリーなんでね、うん、はい、全部映してますよやばいねでガンプさんここ走ってくださいって言われて走り終わって、うん、ドローンが一回戻ってったんで、うん、あ、お腹痛いからトイレしようと思ってコーン畑かき分けてそこでやってたら、うん、上からドローン来て、うん、カメラマンずっとドローンで撮影してた空中からうんこ撮ってんねや。そうそれは映像としてはありますね、はい、それ面白い。じゃあそうそう、お時間が迫ってるみたいになって記念写真をね、はい、皆さんに撮りたいと思いますので思います。さあせーの、安全運転レディゴーということで、ゲストのジョーブログさんでした。普段お隣で見てるんで、あ、ぜひぜひ、はい、あの辺でいかがですかね、内容としては。ああ、全然全然。じゃあこちらで話進める形で大丈夫ですか。はい、結構でもなんか簡易的な感じやったけど大丈夫かなと思って。わかりました。そしたらまた再度お世話については、作り直して、はい、グループで協議いたします、はい、内容に関しては多分、うん、雑誌の内容で問題ないかなみたいな。ヤスフォーマン、ヤスフォーマン、
めっちゃ影響されてる。映画最高やと。映画おもろいな。うん、僕です。酔ってる。全然。飲む。よう見たらさ、変な顔してるな。炎上すんだよ。炎上する。いやでもお前ガンプ君の映画見てマジで最高で刺激もらった。チャレンジする姿に、やっぱ人が頑張って体張ってチャレンジする姿ってマジで分かりやすくシンプルにスキューンってストレートに感動するよな。うん、分かってんな。まだまだチャレンジいけるなと思わせてくれたというか、やっぱそういうなんか人に出会ってチャレンジしてる人を見るっていうのはマジで速攻性あるカンフル剤になるな。モチベーションを上げる。よくそんなにスラスラ言葉出てくるな。そうなん、うん、いや分かってる。言いたいことは分かる。分かる分かる、うん、ほんまにほんまに。いや、うるさい。もう何年やってるの思ってんの。そうやねんけど、すごいな。いやだから川屋っていうところに来てん、これ何回も効果で博多に来てんの。これめっちゃステーキ、ステーキ行く。うわめっちゃあれ並んでくし、うわなんかやっとなんか飲めたって感じ。なんか映画ってさ、エネルギー使うから見るの、あ集中して見ながら入り込むから、そうそうそう、エネルギー使うよな。そこに自分がいるかのようにさ見るやん。これはこのまま食べる、うん、どうぞ。おにぎりと、あいよ、いやいや、あいよ、香ばしい、なん、香ばしいな、皮に味が凝縮されてな、うん、そんな皮をまといた、それは共感できへん、うん、ずっと舐めれるやん、こうやって自分の皮、うん、通報されるうま、あいよ、あ、でもラーメンか、あれ、焼きラーメン、あそこも行ったわ、あ、そうなん、あ、ここが天ぷらって、ここも俺来たことあるわ、行こう YouTuber や。あ、撮ってもいいですか。いいよ、軽く。あ、ありがとうございます。お邪魔します。あったー、最近お宅の YouTuber から見よったやん。え、前ですか。嬉しい。え、ほんならハイボールください。僕もハイボールください。と、天ぷら盛り合わせね。と、なんか明太子もらおう、せっかくやから。あ、こんにちは。見てます。あ、ありがとうございます。ありがとうございました。あ、ありがとうございます。横で屋台やってるんで待ってます。あ、どこ、なんていうの。どっちですか。あ、じゃあ後でまた。すごい盛り上がりやな。すごいな。路上パフォーマンスの人めっちゃおるし、うん、ありがとうございます。よいしょ。3人韓国人。おー、そうなんです、素敵。そう、ナイス。天ぷらの、天ぷらの、来た。いいね。こ、うん、んな屋台ってだけでなんかこう落ち着くんだろうな。なんかワクワクするよな。うん、洞窟に入った気分みたいなのかな。洞窟に入った、あんま秘密基地入ったみたいな。あ、秘密基地はわかんねえ。あんま洞窟入ったことある経験ある人がイコールやから少ない。今度一緒にする。行く洞窟。行く行きたい。行く、一回ぐらい行きたい。結構あれやで、緊迫感漂ってんだよ。八丈島のもそうやし、うん、行ってみたい。みんな結構やって帰ったよ、人も来てな、うん、他の人と交流してみたいな。酔っ払う、今日休みやから。ああ、今日泊まりやもんね。今日ゆっくりな日やから、撮影なくて、移動もなくて。撮影なくて、今撮影は何なんこれ。あ、そっか。プライベート映像や思てんね、密着は。まあ密着ね。あー、来た。あと野菜、そうそうそう、天ぷらいいな。屋台で食うからより倍増うまいよな、うん、揚げたての揚げたて。天ぷらって韓国あります。トゥーギム。あ、トゥーギム。へー、トゥーギム。天ぷら、天ぷら。韓国、韓国めっちゃ好き。とてもベリーベリーベリーラブラブラブ。韓国好き。I love I love Korea。 私もジャパン好き。好き。好き。ありがとう。Thank you。 ほら、誰日本人、誰日本人言うの。めっちゃ好き。今コラムファンで言ったらわかる。でも初めて見たアメリカ横断やん。あ、初めて。俺西成ホームレス生活やね。フィットしたの。フィットしたアメリカ横断やけど。どうやったんその当時。そういうの如実に話してよ、セキュラに。恥ずかしいわ。恥ずかしいこと言ってや。ファンの人からさ、分からへんもん。しんちゃんってなんでどういう風にジョブログと繋がって、ああはあはあ、何好きになったんかな。え、ちゃうで。でもほんまにそうやで。西成の現状を調べて、うん、西成ホームレス生活にたどり着いて約8年前、うん、それ全部見て、この金髪 YouTuber 他どんな動画上げてんのかなと思って見たら、アメリカを無一文で横断してて、今見てる人知らんのちゃうかな、アメリカ無一文横断。戻って見てほしいよな、うん、それ見て。その時仕事大変やってんな、なんかメンタルが大変やったの。ああ、大変、メンタルが大変やったなみたいなこと、なんかチラッとうっすら覚えてる、うん、で俺もともとアメリカは好きやねん、めっちゃアメリカの文化とか、うん、結構全身アメリカやんか。ディッキーズとコンバースと、ディッキーズ、コンバース、ニューエラやろこれ。ニューエラと、あ、確かにな、まあまあそれいらん、うん、全然その情報いらんねん、うん、で
でも実際アメリカ行ったことなくて、うん、アメリカ横断無一文見て、うん、俺すぐ飛行機のチケット取って、初めての海外旅行がアメリカ一人旅2ヶ月。何が良かったの、そのアメリカ横断 YouTube。 アメリカがあったかいなと思って、うんうん、ありがとうございます。ヒッチハイク乗っけてくれたりとか、ドラマティックな旅やったもんな、うん、いろんな人に支えられて、そう、お金くれたりとか、ロサンゼルスのウィーゴさんがね、すごい覚えてるな、俺も覚えてるけど、ウィーゴさんの、ウィーゴさん、あったかいな思って、めっちゃ良かった。もうそっから始まったもんな、うん、うまっ、明太子、明太子博多やからね。どう、うまい、ありがとうございます、美味しかったです、はい、めちゃめちゃうまかったです。何年ぐらいですか、ここは。うわっ、もうこの屋台ですか、ずっとずっとこの屋台ですか。元年でももう36年。そう、これ屋台なんです、実は。いや、ありがとう、ありがとうございます。また博多来た際はよろしくください。一平さん最高やった、はい、よし、はい、はい、バイバイ、バイバーイ、バイバーイ、ハバグッデー、ありがとうございました、ありがとうございました。パン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 なんすよ、パングパング、タイミングで焼き鳥、よっちゃん、パングパング、次行こう、はい、屋台の結構人がおるところに、いっぱい屋台がバーって並んでるところに来たんやけど、人が多すぎて、で視聴者さんも多すぎて、はい、撮れませんこれは多分無理やわ。だから密着っていうのも多分カメラが OK な密着になるんやなっていうことが分かったっていうのが今回の気づきかな。だからあのカメラが無理なところは多分密着すら、あのプライベート映像にも限界があるっていうことを気づきましたっていうわけなんで、はい、一旦普通にプライベートでカメラなしで飲みたいと思います。おはよう、新幹線なるでーす。で今新幹線乗ってて、今日からまた九州の撮影が始まるから今熊本県目指しまーす。で熊本着いたら、あの陳也と合流して、陳也が大阪から今向かってるから、撮影が始まるって感じかな。レンタカー借りて新水俣の方まで行きます。おはようございます。今着いた？うん、今着きました。あ、ほんま水俣駅到着。来たことあるっけ、水俣駅。なんか来たことあるような気がする。水俣か、うん、なあ、多分ナチュラルに2本5周ぐらいしてもうてるからさ知らん間に車予約した。予約しました。レンタカーどこやろ。そこっすね、その辺。あ、その辺か。天気よ、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい天気やん。何分ぐらい撮影現場。10分ぐらいです。10分ぐらいか。あ、めっちゃ近いやん。熊本に来たって感じするわ。九州に来たって感じがするわ。博多ってやっぱこう都会やからさ、うん、九州感ないもんな。うん、そうやな。うん、なんかやっぱちょっと景色が違うな。のどか、のどかやな。ちょっと田舎景色が、田舎景色がいいな。なんか旅行来たって感じがするわ。毎日旅行してんだけど毎日旅行してるわ。もう移動距離なんぼやねんって、この1週間で。おなじみのあの廃墟シリーズの撮影行ってきます。それはちょっと本編でな、あのご覧ください。熊本県は水俣市の、湯ノ湖温泉か、うん、に来ております。さっきまでな、ある程度もう大方撮影が終わって、そうですね、次夜の撮影って感じかな、うんうんうん、夜の民宿でご飯食べるし、だ民宿チェックインしたってん、うん、俺ここの温泉がめっちゃ好きやわ。人がマジで少なくてさ、風情あるな、ほんま、うん、でも本編見たら大体ある程度のな、うん、今日一日何やってたかっていうのが分かるやろうな、うん。でもなんか今回の密着で俺は思ったのがさ、俺らの動画撮影ってさ、1日を通してずっと撮ってるやん、はい、1泊2日やん、むしろ、はいはいはい、だから密着なんやなと思ったそもそもが、そもそもが。なるほど。でも連結して今回見たら、あ、こういう動き方でその毎日過ごしてるんやなっていうのは分かるけどさ、だから密着されてるけど本編の方でも密着されてるからさ、うん、だから逆にこの密着が撮りにくくなるむずいなと思った、うん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 。だって今日も朝からずっと熊本でな、小学校の廃墟回って、うん、温泉街の廃墟回って、こっから民宿の深夜、うん、めっちゃいいやん、ここアイスあります。なんか、あ、駄菓子屋みたいな感じだな、うん、売店やん。あ、水飲め。うん、水買っとこう。水じゃなくてもいいけど、デカビタにしようかな。あ、今、はい、風呂上がりやから。そう、温泉めっちゃ良かったね。紹介するわ、この3日間の方でも、うん、なあ、いや、ほんまになんか今休憩中って感じやな。うん、普段こんな人撮れへんもんな。撮れへんな何にするみたいなね、うん、え、それデカビタ、その真ん中。ああ、そうな、140円。どうっす、いいっすか、おごってもらって。おごるわ。え、
いいですか、会社の金やけど。俺も会社の役員って形やろ、社長代表取締役やから、うん、なんていうの、会社のお金やから会社におごってもらってるってことになるのか、うん、うわっ、デカビタこの缶やねん。あ、缶なん、なあ、これ瓶の絵描いとるくせに、うん、缶なんや、缶なんや、やらしいな、やらしいな。お疲れ、お疲れです、ちょっと待ってください。うわ、そんな俺デカビタなんだろう、俺もデカビタにするこれ、あの、民宿で飲みますすぐ釣られたよ。6時からご飯やったっけ。そうっす、もうじきっす。ご飯になったら本編のことなのかも。うん、ういっす、お疲れ、うっす。あー、うめえ、マジうみや、ほんま。なんか休みっていう休みって俺さ、あんまないからさ、はいはい、今回の1週間見て多分思ってると思うんだけど、1週間、うん、だけどこういう温泉街とか民宿来た時にほんまに休んでるって感じがないわ。うん、リセットされる、全てが。そんな俺子供の時から家でダラダラするんじゃあんまないからな。ああ、ちょっと普通に沖縄とか来るやつここ来る方がいいかもしれない。ぐらい好きかも。もう宮古島とかもな、人多いやん。めっちゃ多いな。あと高いやん。うん。違う。ちょっと10万とかするやろ。するな。いや、今年も行きたいけどな、宮古島。うん、行くや。いや、でも行くっすよ。うん。行くつもりではおるけどな。別にあんたと行くわけじゃなくて普通に自分で行くぞっていう、はい、ニュアンスをめちゃめちゃ感じる。こんにちは。あ、席置いてあるんですね。ちょっとなんか買おうかな。あ、すいません、わざわざ。あるやん、中華街もあるやん。そうや、あるハンボールもあるやん。今飲んでやばいよな。今飲む方がいいな。すいません、じゃこれとこれください。お、これあれやん、うん、この種類見たな。うん、せっかく俺ももらうと、うん、あ、お母さん、こんなもいいですか。ありがとうございます。よし、今日は、あ、こんにちは。ありがとうございます。よいしょ。危なくない、これ。え、あ、これね、めっちゃいい、ここなんか住みたいと思えるぐらいですか。うんうん、そんないいとこないや、水俣の湯ノ湖温泉って、うん、これ来るとは多分、うん、あの、しげさんおるやん、しげさん、はいはいはい、犬川の、うん、なんか3月末ぐらいに開くかとかいう話聞いたで。もうやん。そこのなんか孫、うん、お孫さんがおって、うん、が、あの、ちょうど多分あの動画かなんかにコメントくれてて、うんうんうん、しかも最近やで多分コメントくれたん、うん、あれの動画をしげちゃんにも見せたらしい、うんうんうん、じゃあやっぱりこう喜んでると同時にちょっとなんか悲しそうやったみたいな、そう、開けたらよかったっていう、はいはいはい、でもまた3月ぐらいに復活するかもみたいな、うんうん、言ってるから、もうちょいやな、もうちょいで、もしかしたら、うん、早く。でも、カレー出したくなるやん。いや、うんちやな、全然うんちやったわ、うん、家に帰る感じが好きや、この道がだいぶ急やで、これ、うん、夜危ないな、夜危ないな、うん、こんな急やったんや、登りやったら、うん、うわ、すげえ、太陽か、ご飯やな、うん、あ、これいいよ、何言われても今日は一番いい日って書いてみた、こっちがいい、はぁ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 、余計に、うんうん、そういう疲れてる、そうですね、うん、常に密着されてるからやっぱ無理な、確かに、だから本編だったらな、もうその分取られへんからな、うん、本編と同時に見て、じゃあもう完全にもう24時間やから24時間でもないけど、昨日博多の屋台街行ってんやん、はいはい、普通にプライベート で、うん、でその時密着取ろう思ってんけどさ、一軒は取れてんけど、うん、やっぱ人めっちゃ多いねやん、うん、視聴者さんめっちゃ多いねやん、うん、
うわーってなってるから、で、やっぱ映り込めない、メタイクとかで、うん、やっぱ撮られなかったよな、撮りにくかったからやったわ。そう、あ、密着無理やな、許可下ろしてるわけじゃないし、はいはいはい、プライベートだから。あー、気持ちいい、本日2回目やのに気持ちいい、めっちゃ気持ちいい。化粧水系よね、え、うん、そっち系やったな、クンク、サカキバーとかな、うん、あれはちょっと、とんでもないけどね、デビルちゃうけど、デビルちゃうけど、でもいい、めっちゃいい湯加減。え、じゃあ今日密着でこれで6日目明日最終やけど、まあ九州から出る瞬間だけ撮ろうか。うん、うん、OK っす。なあ、だって密着終わってもまだ九州点々と動いてるよな。そうですね。だから俺んちはほんまに地球やねん、うん、みんなそれを痛感したんちゃうか、うん、いや DM とかでジョーみたいな生き方憧れるみたいなってよく言うねんけど、うん、多分実際やったら多分みんな無理やねん体力持たんわ、持たんやろな、うん、またリセットされてもうた、うん、疲れたらたまれへんねん、たまれてもこうやってリセットされてる、うん、すごいな。よし、風呂入ったし飯撮影するか、うん、本編の方の、うん、みんな本編もふんじゃ見て、じゃあ多分なんか交互に楽しめると思うわ、うん、ご飯食べ終わって、うん、よし、じゃあちょっとちょっくら飲むか言うて、うん、焼き鳥屋空いてるのな、準備してて確認して営業時間1時間やったな、1時間やった。買ってく、うん、はい、もう部屋で飲むしかないもんな、うんうん、ちょっと買ってこう、買ってこう、ちょっと乾杯しようか、うん、ちょっと一口飲んでるけど、はい、お疲れ様でーす。あー最高、ちょっとジョーズクラブの生配信しようか、サムネの写真撮る、うん、OK、 もうこれでいいや、うん、あ、お疲れ、今日もちんやくんと一緒のとの仕事で楽しみいっぱいぞ。ああ、そう、呼んでくれてありがとう、清潔感があってほんまに綺麗よ、いいよ。だからほんまな、あんだけこうスラム街とかディープな場所とか行きまくってんのに、なんでそんななんかこう肌綺麗みたいなのめっちゃ言われる。人数じゃなくて最高なイベントやります。あ、やっぱ集まること大事やなって、でファンと交流するってこと大事やなって、視聴者さんとなんかそれが一番なんかこうこのジョーブルがやっててよかったなって思える瞬間やから、またね、はーい、じゃあまたやるわ、おやすみ、ちんやくんもおやすみやって、おやすみー、おやすみー、おやすみー、めっちゃねー。何分ぐらいやってたっすか今日は。45分、だいたい1時間弱ぐらいやんな、いつも、うん、それぐらいやな、うん、急いでる時だけ20分、30分とかあるけど、うんうん、だいたい1時間弱ぐらいやってんちゃうかな、うん、普通になんか時間忘れちゃう、うんうんうん、自分を理解してくれてるとか見てくれてる人と一緒に喋れるってなんかめっちゃいいなと思うし、うん、なんかアイデアも湧くし、うん、今日もイベントやろうみたいな言ってくれて、こういうイベントやろうみたいな、いやシール貼りすぎやろ、ほんま、いや、いいでしょ、ものすごいな、まだまだでも足りひんな、もっともっと貼りたい、ほんまはいや、ちょっとこれだけ飲んで寝よう、うん、おはようみんな、時刻は朝の大体6時ぐらいかな、まだちょっと辺りは薄暗くて、まあ見ての通り走ってる、で、大体7時ぐらいから、7時からか、朝食の撮影があるが、で、そこメインで撮影するから、まあそれまでちょっと走れるだけ走っておこうかなっていう作戦です。気持ちいいな、でもやっぱちょっと朝やから寒いな、昼間とかめちゃめちゃ暖かかってんけど、お、昨日の撮影した廃墟、ちょっと待ってみようか、うわぁ、改めて見てもでかいな、壮大やな、すごいな、本来やったらこの朝な、この旅館の働いてる人たちは朝からバタ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 と多分準備をしてた時間帯ぐらいやなんやろうけど、あ、朝日、朝日がちょっと顔を出し始めた、あ、ここ行き止まりなのかな、どこまで行けんのかな、そう、ランニングコースっていうのかな、毎回変わるから、俺の場合家が毎回変わるから、まあ、それもまた旅だなっていう、楽しいに来たな、次あっちの方面まで行こうか、釣り人さんはちらほらおるな、朝まずめか、はい、というわけで、まあ、ちょっと1時間弱か走るだけ走って、で帰ったらまた温泉ポチャンやからな、最高やん、温泉でな汗流せて、まあ、そのまま入るわけちゃうで、一回シャワーとか浴びてからやで、ああ気持ちいい、朝の始まりや、おはよう、おはようございます、朝の温泉最高やな、めっちゃいい、うん、
結果多分5回ぐらい入ってんだよ。入ってんな。今日の朝も入ったし、うん、走る前に。さあ、今日も一日頑張りますか。おい。え、もう今だって7時ぐらいやろ。そうですね。もう今朝ごはんやんな、もう今から。うんうん。で、今日はもう頑張って日本撮りやな。うん。うん、行けたらいいな。そうですね。大分まで行こう。じゃあ朝ごはん撮影しまーす。おい。ありがとうございます。あー、めっちゃいい旅館やった。うん。行きたいな、うんうん、っていう土地がまた増えました。そうですね、うん、思い出の土地が。そしてあ、そうや、寒い取りに行かなあかんねや、うん、さっき。うわ、こういう時やばっ、これ石も。そうなんですよ。どうする。いや、まあ腕ワイパーしたらいけるっす。ワイパーしたらいける。うん、はい、まあまず向かったんかな、昨日の撮影した、うん、日本で唯一海の上に浮かんでる小学校、うんうん、で昨日がな、もう干潮やってん、撮影した時が、うん、だから海の上に浮いてる感はなかったというか、うんうん、そうだからサムネをな撮るために来てん。そうそうそう、サムネだけのために別の場所行ったことあるよな。あるな、戻ったことあるよ。うん、お前は海の上浮いてるわ。うんうん、すごい、あんな景色変わんねんな。ねえ、こっちめっちゃ深なってんもん。ほんまや、うん、ほんまや、深なってるわ。全然違う、見えへんようになったな、うん、あの海の底が広大に飛んでんな、うん、ほら怖いね。でもあいつは撮った、撮った、結構気負ったかな。ほんまに船みたいや。よし、サムネも撮れたし、うん、ほんなレンタカー一旦返しの。でも今日もレンタカー借りちゃう。そうっすね、うん、置いとったな。そやな。で、電車では置いとか、うん、うん、よし、ほな行こうか。だから木屋敷やんな。西屋敷、西屋敷3時間ぐらいなかなかやな。いや、もう3時間ならラッキーやろ。一回だから博多の方まで戻るのかな。そうですね。もうほんまにでも九州でラストスパートだからな、うん、ラストスパートって何がラストなの。まあ一旦大阪帰れるから、うん、本来これ1週間の最後やろ、最終日になるんだ。うん、そうか、7日目か。そうか、そうか、寂しいな、この密着ともお別れか。うん、そうなるんや。よし、ほんなら西屋敷駅まで行こう。ほい。これ、ソニック。4号、4号車の防災ってすごい。なんか、電気入ってんな、めっちゃ床見て。学校みたいな。スムーズ宇宙船の中身で。中津に着きました。何これ、明日日本一長い中津です。あ、浜料理。そうなんや。そう、最後やな、次の電車が。そうですね、うん、はい、なんとあのうかうかしててバーってここ来たら、あの電車行きました。次の電車2時間後終わった。終わった、終わったわ。もうだからここで待つわけにはいかんから、ちょっと今から秘境駅行こうと思ってんねんけど、うん、それが多分24キロ先やねん、うん、ここから西屋敷駅ってところ。ただここで2時間はちょっとタイムロスがありすぎるから、うん、あそこにレンタカー見っけだから、はい、もうレンタカー乗っていこう、はい、うん、うわ、中津ってとこどんなとこか分からへんなって言ったら、こういうことになりました。ほなちょっとレンタカー借りよう。はい、まあでも結果的に良かったんちゃう、連打が借りれて。そうですね、うん、今日2本目の動画が別府やん。うん、一回ここから西屋敷のその秘境駅の撮影した後さ、うん、そこの駅ほんま3時間に1本とかの感じやから、うんうんうん、こっからあったのがまあ結果的には、うん、神が俺たちを多分プラスに導いたと思うよ、うん、ほんまにそうかもしれんな。でも多分そうやで、もし撮影終わって電車が来るその瞬間をしっかり合わせないと、うん、でもゆっくり撮影してたらさ何時間も経つやん、うんうん、確かに融通は聞きにくいな。5時40分、うん、西屋敷から結局、うん、でその前1時44分、うん、4時間空いてんねん。それはすごいな。だから絶対レンタカーでよかった、うん、逃してよかった。逆にね、うん、行こう、その秘境駅。おい、でそれは本編で見てください。はい、はい、でもよかった、無事秘境駅たどり着いてな、うん、西屋敷駅、うん、で、大本屋っていう食事の定食屋でな、あそこ美味しかったな。めっちゃうまかった。めっちゃうまかった。ちょっと、
あの本編見て、うん、マジでよかった、うん、ちょっと休憩してたけど、ね、この秘境駅で落ち着く、秘境駅は静かやもんな。うん、静か。電車来たらめっちゃうるさいけど、うん、あの身長刻む柱みたい、うん、おじいちゃん家にあったわ、うん、劣化しとるわ。なあ、どこかな。でもほんまに人おらんな。おらん。よし、ほなこっから1時間ぐらいか、次の撮影。そうっすね、現場まで。いや、1時間ぐらい。喉乾いたな。乾いた。何飲む？リアルゴールド。あそこ自販機あるから。うまい。じゃあ、カット車行こう。うん。次がラブホ撮影か。うん。で、男2人無理で言われたもん。そうやね。だから俺1人やろな。そうやねんな。うん。しゃあない。めちゃくちゃ豪華なラブホやねんな。うん、中で船でなんか移動するの。そう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 。チェックインが船で行く。すごいな、それ。うん。サウナあってとか温泉あってみたいな感じなの、うん、そのロフはちょっと興味あるな。ちょっとなんか今アパレルのミーティングせなあかんわ、多分社内で。よし、じゃあちょっと一回向かうか、うん、ちょっと景色見せながら。綺麗な大分の空は。これ宇佐市やで。また新たな旅が始まります。こっからだいたい1時間ぐらいかな。九州を駆け抜けていきます。現物が上がってきた時にってことですよね。なんで、まあこのポップな感じで行きましょう。そうですね、まあどっちみち多分ニットにしたら、はい、ちょっと男っぽくなると思うんで、ガサガサっとした、はい、大丈夫だと思います。はい、了解でーす、はい、じゃあちょっとまた連絡します。はい、お願いします。ありがとうございます。次の、服のデザインの打ち合わせって感じかな。ちょっととある挑戦が待ってるから、その挑戦にどうしても着ていきたいなっていう。結構大きな挑戦やからこそ、もう早急にそれに合わせてサンプルを仕上げようということで、デザインの打ち合わせをすり合わせしてるって感じかな。デザイナーの方と、でデザイナーの方が何パターンかいっぱいこう送ってくれて、その中からそのこれがいいんじゃない、あれがいいんじゃないっていうすり合わせをやっていくって感じで、実際サンプル見て、実際着てみてどうなのかっていうのを最初判断してって感じかな。はい、それをちょっと移動中にやっておりました。今から大分県のスカイパラダイス楽園っていうあのラブホテルの撮影やねんけど、うん、一人で撮影だから私ね、ちょっと別府駅ら辺にビジホ撮ったから、それまで詳細送っとくから。了解です。うん、ここで一回お別れやな。はい、また一人になったわ俺。もうしゃあないです。もうしゃあないですわ。行きたかったけど嘘つけない。何も男2人やで。ベッド2つやったらいいけどさ。あ、せやな、せや、1つやろ、うん、メリーゴーランドの時そうやったやん。せや、せやわ。楽しんできてください。じゃあ何かあったら連絡するわ。はい、オッケー、ありがとう。あ、またまた。あ、また連絡するわ、はい、お疲れーす。おはようございます。どうでしたか。え、最高やった。どうでしたか。ラブホは一人で満喫したよ。満喫めちゃくちゃ。でも全然密着取られなかった。もう一人であのラブホに缶詰やったから。ああ、なるほどなるほど。そう、もうずっと撮影してたけど、うんうん、まあ、本編でそっち見てって感じやねんけど、うん、どうやった。いや、めっちゃ快適でしたよ。そう、うん、ベッド2つあったっけ謎に。あ、そうやわ。でも撮った時なんかシングルベッド2つの部屋やったわ、うん、でもそれ1名料金やったからさ。うん、そう、多分たまたまやと思うんだけど。温泉もあったし、うん、温泉もあった。温泉あった。あ、そっか、さ、温泉付きや。あ、まあどっちも快適でよかった、うん、こっちもこっちで全然快適やと思う。あ、ほんますか。っていうその条件を抜いたら、うん、めっちゃ綺麗そうでしたもんね、部屋。よかった、マジで。へえ。普通にだって2万以上したからな。いや、でももうあれやで、いよいよ1週間密着は終わりやからな。そうっす。だって一応期間で言ったらこれ8日目になるんか。え、そうなん。だって昨日が7日目って言ってたから。あ、そっかそっか。まあいいか。まあまあまあ、まあ、昨日全然取れてないもん。うん、そうっすね。うん、まあでももうこっからこのレンタカー返して、うん、フェリーやわ。うんうん。なだからフェリーで、大阪に行くんか、うん、このまま別府から、うん、まあ、そこはちょこちょこ密着取れたらなって感じだな。フェリーもな、うん、あのメインの方の動画で上がるけど、うんうん、とりあえずレンタカー返しに行こう。そうっすね、うん。ほなベリーで帰りますか。うん。めっちゃでかいな。あ、サンフラワー。ああ。ほんまに。めっちゃ綺麗よ。一瞬の、ちょっと後ろにいいんちゃう？うんうん。なあ。
全速力で走り抜けた1週間やったけど、うん、別にその1週間だけじゃないけどな、うん、俺の人生はそやな、まあでもなんかちょっとでも俺の人生の日常を垣間見てくれて嬉しいわ、うん、今回多分長い動画になると思うけどな、うん、結構長そうやな、なかなか見てくれてありがとうやわ、よいしょ、もう大阪帰んのか、うん、まあ自分家にな、うん、あんまりまあ見ての通りあんま帰ってないから、うん、だから自分家に帰るっていうより自分家に行くっていう家は行く場所なんや、帰る場所やのに、ここもだから今日の家やからな、はいはいはい、まあそういう人生ですわ、丈夫の今日は、まあでもみんなにとってはな生き急いでるように見えるかもしれんけどな、うん、俺はもう人生通してこの人生を擦り切れるくらいの使い古したい、やり残したことをなくしたいね、うんうんうん、だからもう一切の後悔がないぐらいの人生にしたいね、うん、もう死ぬ瞬間やりきったなってよしほんの寝ようかっつって、うん、死ぬから、なるほどね、うん、やっぱなんかな、なんか安牌でもう守りに入るというか、うん、なんていうか準備だけで時間かけるというか、うん、なんか俺はなんかそういう人生が嫌で、うん、やっぱり若いうちに全部やりたい、うん、もう全てやりきりたい、なるほど、うんうん、そうなったら年を経ても多分待てやんねん、うんうん、老いるっていうことは年齢の問題じゃなくて心の問題やと思うね、うん、だから心は老いずにエネルギッシュにまだまだクレイジーにずっと進み続けるよ、うん、止まりたくないねんな、うん、かつやっぱりこう夢や目標に向かって頑張って進み続けるから楽しくなるし元気するし、うん、それ自体が自信になるしさ、うん、一個一個が経験になると思うねんな、うん、どんだけしんどかったとしても辛かったとしてもやで、うん、今日なんか夢に向かったりとかやりたいことやってたらな心が心地いいねんな、うん、だからずっとずっと歩み続けたいな、まだまだ走り続けたいなって思うな、うん、だからなんか俺は仕事にする基準、うん、なんかの物事を仕事にしたいなって思う基準は休みたくないことを俺は仕事にするって感じ、うん、もっとやっていたいなって、うん、なんか子供ってそうやん、まだまだ遊びたいなって思いながらもう限界から帰らされるやん、そうですね、うん、でもまだ遊びたいと思ってるやん、うん、もう夜なってんのに、うん、だからもっと遊びたいって、もっとやりたい、しかもかつこうやって YouTube にすることによってみんなが見てくれるし、うん、みんなっていうつながりがあるから、うん、だからもっともっと深く考えようとするから成長になるしさ、うんうん、だからいい経験をみんなにはさせてもらってるなって、うん、だからほんまに俺はなんか自分自身で自分で自負できるのは日本一行動的でリア充な男だと思いますよ、うん、だからまだまだ充実した俺なりの人生の楽しみ方っていうのをみんなに伝えていけたらなと、この今日ブログを通してって思うんで、人生は死ぬまでの思い出を作りやっていうけど、まだまだ明日の思い出を作っていきたいと思います、うん、ってな感じで明日大阪についても、はい、また明日が始まる、そうやな、うん、なんか終わりみたいな雰囲気出てるけど別にそうやもんな、動画は終わるけど全然マグロやねん、だからやっぱりマグロなんやと思う、マグロ、ほんまにマグロなあ、うん、自分で思う、すごいよ、だからほんまにほんま心配ご無用やで、大丈夫、俺は死な男やからもっともっと生き続けるからで、もし10年に1回ねんけど風邪ひく時が来たら、うん、その時はその時で希少価値のある動画ができる、そうやな、うん見せるわ、うん、ほんまに風邪ひいたらな、うん、まあ、その時風邪の考えてきますよ、なんでそれはそれでまた別件なんで、なんでその時俺もヘッドロックして布団の中に入れて終わるやん、終わりやん二人して風邪ひいたら終わりやで、ほんまにほんまやなほんま、いやでも楽しい週間やったわ、ほんまに、うん、みんな見てくれてありがとう、うん、このまま一回テリーの本編に撮影行ってくわ、うん、このままな、そうやな締めみたいな感じあるけど同時に撮っていってるから、そうそうそう、難しかったですね、だからいやほんまに難しかった、ほんまに、まあでもそのジョーブログという日記、うん、そうやな、このチームの日記をこれからも見ていってください、はい、よし、じゃあちょっと部屋に、うん、明日は朝日みたいな、あ、そうっすね、うん、とか言って睡眠時間を削ってやりたいことの声で、ほんまもう時間っすよ、時間っすよ、俺はこの船に残るわ、 OK っす、 OK、 早いな、あ、開けれんねや、そっちから開けれんのか、早いな名残惜しいな、え、めっちゃ名残惜しい、これないい部屋だった、いい部屋やったな、うん、でももう出なあかんねん、マジで着いたから、うわぁ、スイートやったからな、スイートやったからな、やっぱちゃうな、うん、スイートって、ちゃう、心がスイートになるな、うん、
何やそれ。何だか分かるよ。ニュアンスはね。ちょっとデッキ見てみたいよな。ああ出れるんやったらね。うん。あ出れそう。これで。あここはここなんや。ああなるほどね。なんか多分各階にあると思うから。各階にあるんやな。うん。おめっちゃコスモスクエアやんあれ ATG やん。あほんま ATG こんな状態で ATG を眺めることがあるとは思わなかった。いやでも楽しかった今回も、うん、また新たな1週間がここからまた始まります。帰ってきたしまた旅に出ようか。はい、うん。